敵は城を背に固く守って、まずは前衛を突き崩さぬ。ここは伊賀にお任せを。突撃します。箱は俺が主役。 さあ、かかってこい。あなただけは負けられない。本田忠勝が娘、リナ、入ります。リナ殿、やはり来たか。鬼神の娘が相手になろう。やれる嵐の御神。 一言につき、そなたほどの勇士なかなかおらん。計算通りです。今こそ策を披露しましょう。素晴らしい技の数々。厳しい鍛錬の賜物です。皆、鍛錬の成果 ここに示すぞ。連携を試す。またとない機会。やってやる。ああ、私も続こう。いざ戦わん。あっぱれの一言につき、そなたほどの勇士なかなかおらぬ。来い、我が自由で葬ってくれるわ。真偽の槍に貫けるものはない。いざ勝負。 まさに英雄と呼ぶにふさわしい勇士。軍事件、謹んでお相手する。霊には一目置かざるを得ない。火を逃してはならぬ。攻めすぎ。やれる嵐の御神。 前衛の敵将に戦力を集中させ、突入の可能。そんなこちらの守備は薄くなります。苛烈に攻めねば勝てぬ。敵は曹操ぞ。来い、我が自由で葬ってくれるわ。変遷の指揮を預かる身だが、 目の前の獲物を狩らずには折れ。残念だが狩られるのはそっちだ。獣を狩るのは得意なんだ。敵前衛は崩れた。今なら城に迫れるはずだ。これより城攻めにかかる。献身行為、準備はよろしいですか。闘争楽しまん。 影勝つ。いざ共に。あっぱれの一言につき、そなたほどの勇士なかなかおらん。あなたならやってくれると信じていました。おっと、城には近づかせねえ。この俺が止めてみせるぜ。 城へは行かせない。覚悟して。父上、ここはお任せを。先にお行きなさい、剣士。この娘をあやがしつけてあげましょう。ふざけすぎ。俺が勝ったと思うなよ。 準備はいいか。ならまとめて蹴散らしてやれ。信じておった。ここで負けちゃ息子たちに示しがつかねえ。元気と上皮の強さ思い知れ。嵐の御神。
天心が通す。ここに示さん。 時間がかかりそうです。 それも想定内のこと。 この間に別の攻め口を開く。忠勝殿、よろしいですね。 本田平八郎忠勝、道を切り開いて参る。 素晴らしき技の数々。厳しい鍛錬の賜物ですね。 お前はここで倒す。オロシの御用。手を尽くしよう。なんという強さ。ここは引く。あっぱれの一言につき。そなたほどの勇士なかなかおらん。自暴を駆使し退ける。一言だかつ。 貴様となれば楽しめそうだ。信用、相手にとって不足なし。満ちた月のごとく。俺の前に立つ。言われる嵐のごとく。 城内にはまだ敵が潜んでいるはず。注意して進みましょう。あなたならやってくれると信じていました。ここは倒産。変化無双の勇姿拝見しました。 勝負と参ろう。一撃だ。兵には一目置かざるを得ない。我が前に立つと愚かな。手が悪すぎるか。さあ来やがれ。お前なんだ。一ひねりだ。 一言に尽きる。そなたほどの勇士なかなかおらん。よし。
し退ける。満ちた月のごとく。堪能せぎ。ここまで来るとは存外やるべき。討ち取った。私の新さんの前ではあなたは無力です。城を取った我らが有利であった。核も見事に覆されようとはな。ですがまだ勝敗は決していません。私たちはお相手しましょう。おおと負けを認めざるを得ない。全軍引き。厳しい戦だったが、どうにか勝利できたな。我らの兵をまとめなくては。戦いに争い色を奪いした今こそ満ちた月のごとく世に色を放て。まさか我らが戦い消耗するこの時を狙っていたのか。今一度戦意を振り絞る。死力を尽くし妖魔どもを食い止める。何時武を極めた。極れる嵐の大戦。見ていますよ。あなたの厳しき武に愛がこもっていることを。はあ、素晴らしき技の数々。きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。あなたならやってくれると信じていました。しました。兵には一目置かざるを得ない。極れる嵐の御神。どうにかせりゃ。
勝は防ぎきれないか。全軍進め。ローマどもを殲滅せよ。再び戦場に舞い戻る。そんなしてしておればよいもの。敵を滅せん。信じてた。やっぱりお前は頼りになるんだ。信じておった。この程度の敵を抑えてみせるぞ。お前はさっさと行け。敵は多勢ですが、あなた方になら任せられる。さあ、妖魔よ、我らが相手だ。信行殿は追わせんぞ。周りの敵は俺たちで止める。その間に敵の大将をぶっ飛ばしてくれ。ここは遠さ。将校殿、周隊殿、その使命果たしてみせます。諸葛亮殿のご助勢を頼みます。ここは私が防ぎますので。すまん、武王殿、頼んだぞ。どれだけ妖魔を呼ぼうとも、あなたを追ってはそれまでです。全力で行く。守りが手薄になったか。今こそ放せれ。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。素晴らしき技の数々。厳しい鍛錬の賜物ですね。期待通りの働きです。その部を導き、勝利を描きましょう。信長よ、果たせば。じらされるもまた一挙。この地獄、共に楽しもう。天下無双の武、たたえるに値する。言われる嵐のご助さん。感謝します。私一人では抗いきれません。ですが、計算通りであればさまさま。諸葛亮殿、お待たせした。これからは我らも共に。妖魔を食い止めてくれている皆のためにも、我らで清盛を討たねば。清盛が薄い今なら我が愛を受けるとなめられた者よ。あっぱれの一言に尽きる。そなたほどの勇士なかなかおらん。上々じゃ。
そろ攻め込んでやるかの。うまくいったの。打ち取った復帰が現れよ。だがここで仕留めてしまえばそれまで。どうも焦った。我らを相手に漁夫の利を得ようなど甘いわ。長政信之大尉。それがしだけの力ではありません。この戦場にいる皆の力が合わさってこそ得られた勝利。はい、この絆こそが我らの武器となるはずです。